今日あの大間さん乗せて帰りますか。大間さん大間さん乗せて帰ります。川越までね、うん、お疲れ様でした。うわ、お茶ありがとうございます。ダブルラブ、ほんわかですよね。ほんわかよ。ミュウツーも多分後でふわっちをやると思うから、うん、ご飯食べ終わったら、うん、あ、音声出せない。うん、うっす、2000m もいらっしゃる。野田総理はちょっと遅いから遅いからね、うん、それまで待ってられないからさ。お疲れ様です。おはようございます。また車載で帰るからね。高速乗ってとこ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 。お、50グラブありがとう。いやー、しんどかった。他の配信者と帰りは、うん、バファリンとかとあったけどね。生5分ありがとう。うん、6号まで帰れば馬で帰れる。俺6号まで帰った時にもう膝が痛くて、もういい加減膝が痛くて、もうあーっつってあーってやってるところに馬引いてるおじさんが来て、乗ってくって言われたら、ね、いやそれは乗ってくでしょやっぱり。乗ってくとか言われて、そのノリで本当に言ってきます、ね。うん、そのノリで言ってきた。乗ってくって言われて、いいんですかっていくらですかって言ったら、ヒロありがとう、あの普通1万5000円なんだけど、あの5000円引きの1万円でいいよと言われて、あ、乗ってきますって乗っちゃった。乗るよね、やっぱ乗っちゃうよね。乗りますかって言うから乗ってくれとか言われた。うん、いや高いけど、でもねあれは乗るよ。だってミューズだって配信つけてなかったら乗ってたでしょ。乗ってますね。ワンチャン乗ってますね。うん、1万5000円だったら絶対乗ってるんですよ。うん、5000円だったら。そう、結構なお値段だけど、まあ山価格だなと思ってさ、乗っちゃった。馬大体ね40分ぐらい、いや歩きで行ったら1時間半かかるよね、6合目のところからね。 それがね大体半分ぐらいかな、40分ぐらいで着いたから、やっぱ早かったよ。うん、時間の問題より体の負担が異常ですよ。え、渡辺さん何見損ないましたよ。馬はないじゃないですか。まあ別にいいんじゃない、下山で使えば。俺なんか今回の富士そばなんか上りで使おうとしてたんだから。上りで馬乗っちゃうとかブル乗っちゃうとかって言ってた中で、上りはまだ歩いて登ったんだからいいじゃん。後ろの馬はね、まあまだもうちょっと、あのもうちょっとかな、うん、まだし、あの調教が足りないかな。足りてたらこんなことな。お疲れ様です。後ろに乗ってる馬を乗せたから見損なったってこと。そっち、ゲームケンジありがとう。いや、たまたまさ、帰り、たまたま帰り一緒だったんだよ。うん、帰り一緒で、で、こいつ住んでるのもうちの近くなんだよね。うちの近くだから、別にさ、ほら、待ち合わせして送ってくっていうよりも、単純に俺の帰り道だから、別に家まで送ってかないよ。もう駅で降ろすけど。うん。だから荷物みたいなもんだから、うん、ちょっと荷物が増えるぐらいだからさ。うん、後ろの馬から交通費、あの山の上でタバコ何本かもらったからそれでいいよ。つうかさ、俺のタバコ盗まれたんだって、宿で。宿でさ、そういうことなんですか。宿で灰皿とライターとタバコ置いてたの。タバコだけなくなってんだよ、起きたら。だって俺タバコ多めに持ってったのに、だから多分誰か持ってっちゃったの俺のタバコ。だから馬子にタバコちょうだいって言ってたの。なるほど、うん、そう、死活問題です。え、ミュウツーが盗んだのか、俺のやつは。でも吸ってるタバコ、ちなみに銘柄は、吸ってるタバコ違うからな。銘柄は、俺はこの細いやつの、ケントの。ああ、俺絶対吸わない。このケントのやつが。うん、そう、それでタバコなくなってたの。いや、一応俺もほら富士そば4回目の参加だから、タバコどのぐらい使うか分かってるから多めに持って行ってたの。と、絶対誰か持って行ったんだって。絶対誰か持ってたの。俺だって枕元置いてたんだよ。何本置いてるってことは、うん、もう配信者じゃない。わかんない。それかどっか俺が落としちゃったかどっちかだよな。うん、いや行こうぜ、うん、行こうぜ。帰る時間が遅れちゃうから。水食べ終わったら配信したらいいよ。はい、よいしょ。落ちないでよ。ね、落ちないでね。落ちないで。危ないです。いや高速で帰るからね。一応ここ捕まるとこあるからね。
よし、よし、じゃあ川越まで行きましょう。行こうぜ行こうぜ。じゃあ棒読みちゃんと入れてるからね、一応ね。ハローリンクさん、チーム川越、今日はアスタリスク、ハルアスタリスクさん、お茶、ナーコさん、便所さんお疲れ様でした。ソラちゃんさん、行こうさ。危ない危ない危ない、小学生危ねえな。おい、どうした、ナオ君がどうした、ナオ君大丈夫かよ。後ろでご飯食べて。俺もね、今ね、おにぎり食ったのよ。家帰ったらさ、遅くなっちゃうから、あまり時間遅くなると読めたのがご飯ダメって言うからさ、今おにぎり買った。いいよいいよいいよ。危ねえな、何がやってんだよ。いいよ、歩行者がいるんだろうがよ、バカ。自分のことしか考えてないんだから。だってさ、俺頭出してさ、歩行者先に行かしてんのにさ、横切るやついるかよな。どんだけしょんべん漏らしてんだよな。おしっこ我慢できなかったのかな、そんなに。うん、お疲れ様です。目の前富士山で、そう、目の前富士山、そう、目の前富士山だよ。あれ登ったんだよ、俺たち、うん、あれ登ったのよ、うん、あそこの上にいたのよ。でけえなあ富士山なあ。まあでも5合目からだからな、真ん中ら辺から登ってるからな。よいしょ、中央道を乗るのはまだまっすぐで、今の中央道まっすぐか、中央道富士吉田から乗っていこう。そう、家に帰るまでがね、富士そばだからね。行こうぜ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 。ピンクか、ピンクまだ7合目やろ。いやいや、多分今から2時間かかるよ、2時間かかる。7合目だったらね、2時間ぐらいかかるよ、出したら。うん、お疲れ様です。膝マジで痛いんだけど、これなあ、膝がマジで痛い。あのね、帰り道はね、売店とかないから、帰り道、売店とかないから、野田通りは結構喉乾いてるのかね。野田通りとペースは3時間かかる。あ、お疲れです。お金もないってさ、お金はあるんじゃないの、ないのかな、あれかな、あれじゃないよな、あれは違う、あれが乗り口か、あれ中央道乗れる近いの、あ、あれだ、中央道行くぞ行くぞ、高速ライド行くぞ、高速ライド、川口湖から乗るぞ、川口湖から。これ怖いからな、後ろ気をつけてね。富士山を後に、富士山を後に行きましょう。東京方面だね、東京方面。そうだね、やっぱ体重落としてるのが良かったんだと思うよ。いやもう、あの下山してから少し冷やしたもん。下山して膝のサポーター外して、まあ、飲み物だけど、飲み物で少し冷やした。もうマジであの熱持ってたから危ないよね。家に帰るまで配信しますよ。やっちょも馬に乗ったでしょ、俺も馬に乗った。あれもう膝が無理だと思って。はい、お疲れ様でした。フリストラね、なんか帰り下山はね、途中ね、あの途中、あのノリラジ、ノリラジ写真部みたいな感じでノリちゃんの下山の写真ばっか撮ってた。なんでそんな元気なのか、ウルトラソウルだからね。俺の魂がちょっとウルトラソウルだからです。馬に乗って馬を乗せて帰ってみたいなね。まあ、ゆっくり行きましょう。危ない薬疑惑やってねえわ、やってねえから。そうだね、最高80キロだよ、最高で80キロ。今で大体50キロから、怖え怖え怖え、隣
いトラック乗るとこえ。今大場さんいるよ。大場さんね、大場さん今ご飯食べて食べ終わったらあの枠やるんでね、うん、今ね通常1万5千円って言われたけど1万円でいいよって言われてちょっとサービスしてくれた。1万円ででもさ歩いたら1時間半かかるところを40分で行けるんだったらまあいいんじゃないの。ちょっと高いけど膝やばいからさ。そう、後ろの馬は牧草食ってるわけじゃないよ。スパゲティとか食べてるよ。後ろの馬さんには乗れないな。え、ね、後ろの馬さんに乗って帰ってきたんですねって言われた。どうだろうね、何キロまでとかあるのかな。お疲れ様です。なんかね、俺が乗った馬ね、なんかダルビッシュ柄だって可愛かった。声声だろ。俺もなんか高速登る前にマスターも食うのやめました。危ねえ、やばいと思って、危ねえと思って。意外とあの後ろの馬は結構ビビりみたいだね。ビビりだろ。いつの間にか馬からトゥクトゥクに。いやもう俺下降りて配信しようかなと思ったけど帰る時間が遅くなっちゃうじゃん。帰る時間遅くなっちゃうからとりあえずトゥクトゥク乗って、うん、トゥクトゥク乗ってからでいいやと思ってさ配信。いや声はねやっと復活したんだよ、うん、そんなにスピード出せないから。降りてる最中はマジで元気なくてマジでもう無理と思ったよ。今ののたぞり状態だったよ。もう足痛くてさ全然先進まねえんだよね、うん、リッター10ぐらいだね。でやっぱ降りてでちょっと休憩したら元気が戻ってきた。結局は駐車場で30分40分ぐらいいたもん。もうあの写真撮ったやつをさツイッター上げたりとかあと着替えたりとかさそういうので結局3、40分駐車場にいたよ。で、3、40分駐車場にいる間にあのミュウツーが次のバスで降りてきたんだかな。そう、ほんで、ほんでね、まあ、コンビニ行ってちょっと俺もイヤホンマイク新しいの買って去年もタバコなくなってたっけ。ほんで食べ物おにぎり買って、おにぎり食べて、で出発した感じだね。わかつわかつ。いやいいよいいよ別に野田通りのあの鳩飛んできても別にいいよ。もう分かったから。でも今さらどうしようもないじゃん。今野田通りは泣いてるけど今から行けないから、もうあとはもう頑張って降りてくるしかないよね。上でね、壊れちゃったんだよね。昨日さ、雨だったじゃん。で、雨で、あのスマホ本体はさあの、防水カバーにつけてたんだけど、あのイヤホンマイクにも雨が入っちゃって、もう今日の段階でもう雨でもう使い物にならなかったから、とりあえず下山して、今コンビニでイヤホンマイクあの買ったのよ。高速乗れるよ。そう、やばいよ。あの上の方さ、風が強くて風で石が飛んでくるの。マジ落石みたいな感じでちっちゃい石がいっぱい降ってくるんだよね。でそれでね、カメラのモニターが割れちゃった。そう、スマホとかもね、割れた人いるし、うん、お、タレキのがありがとう、うんうん、バチバチ言ってたでしょ、あれでね、カメラのね、後ろのモニターがでも響いちゃった。まあ、映るけど、細かい傷がいっぱい入っちゃったよね。こちらよし。兄貴。なんか呼んだか？ベッドさん、兄貴って呼んだ。やだ、俺こんな弟。ここも乗れるよ。一応 660cc あるからね。やばい、ミュウツーに兄貴って呼ばれるのはちょっとやだな。でもね、ミュウツーのね、普段の配信はあまり見ないんだけど、旅配信はね、俺はね、応援してんだよね。
遠旅とかね、チャリ旅とかね。そう、後ろはミュウツーもクラッチやってると思う。お疲れ様です。そう、K のエンジン積んでるからね。記憶に残る振りそばだった。さあ、そう言ってもらえたらよかったな。怖い怖い。いやでもマジで俺途中で多分のりちゃんも今日の朝の時点で登らないって言うと思ったので、のりちゃん登らないのになんか俺登ってもなっていうのがあったし、まあ、多分8合目まで行って下山しなきゃいけないのかなって思ったけど、朝の時点で、まあ、雨降ってなかったから、あ、これ行けんじゃねえみたいな、これちょっと気合い入れれば行けんじゃねえみたいなさがあって、でも8合目まで登ったらもうあとはもう行くしかねえなと思ってさ、うん、ね、俺は別にほら誰かとチームで登ってないんだよ、うん、俺は別に誰かとチームで登ってないんだけど、それでもやっぱりさ他の配信者声かけてくれたりとかね、あとのりちゃんのサポートの人がちょっとサポートしてくれたりとかして、まあ助かったよね、うん、やっぱね体重が軽くなったのと膝をガチガチに固めたのでなんとか大丈夫だから。いや寒かった寒かった、うん、でもねやっぱ帰りダメだったね、もう登ってる最後の方はもう膝痛かったし、もう下りでもう膝熱持っちゃってて、もうだましだましだよね、だましだまし下ってたよね。ミュウツーは画用紙とマジックを持たせてその辺に置いておこうだって。ミュウツーに画用紙と、画用紙とマジック持たせて置いてっていいよ。やめてやめてやめて。もうバッテリーが持たん。うん。いや、もう馬も乗っちゃったよ。だってさ、もう膝やべえっつって、膝やべえっつってもうさ、ちょっとずつ降りてるところにさ、馬引いてるおじさんが近づいてきてさ、乗ってく？1万5000円のところ、1万円でいいよって言われたらさ、乗っちゃうよね、やっぱりね。多分バファリンたちもいるだろうしと思って、なんかね瞬間風速多分ね30メーター以上あったんじゃない、瞬間風速が、まあ、25から30ちょいはあったと思う。入ってくるから、野田はもう頑張れっつってて、便所太郎が伝え、逆に電子バトして野田通りに、逆にあのみんな野田通りの電車場で俺と押してるじゃん、みんなね野田通りに便所が頑張れって、便所が頑張って自力で降りろって言ってるって言ってる、頑張れって言ってる。お疲れ様です。お疲れ様です。足痛え、足が痛え、マジで。いやそうだよ、おじさんも商売うまいよ、だって足が痛そうな俺に話しかけてるんだもん。もう明らかに足痛がってて左足引きずってる俺に話しかけてくるとか、もう商売うまいよな。明日筋肉、でもすでに筋肉痛だもんね。今日帰ってバンテリン乗らなきゃダメだよ、バンテリン。後ろ姿、俺の運転してる姿な。いやでも山が綺麗だね。まあニュース、山が綺麗。山が綺麗だよ。富士山も見えない。富士山は後ろだね、後ろ。見えるかもよ。ああ、ちょっと見えないか。多分右側に見えるかもな。富士山の写真もうねツイートしたよ。